岡田監督、ガチでヤバい米して消される。エラーからだったが一発は厳しいなあ。スリーランは大きいな。インコースに投げきれなかった。だから全部初球やんか。点入ってんの。この間の切り式からなんで注意せえへんのやろな。毎回や、何度言うても一緒や。ハマチなあ、早打ちなど相手が仕掛けを変えてきているわけでもない。別に相手は変えてないやろ。結果的に伊藤は先週に続いて一発に沈んだ。お、まあな。スリーランはちょっとの。久しぶりに先に点を取った後やったしの。エラーは語るまでもないか。ゴロ飛んだら全部エラーやな。で、記録員も大山はかわいそうだったが、打撃は結果の通り良くなっているかなあ。最初の打席な、だいぶ前でさばいてな。あんだけ前で打ってるの他の選手見たらわかると思うけどな。打ってるやつと打ってないやつの違いがな。昨日も差し込まれてもヒットゾーンに行っている。ヒットゾーンいうか、ちゃんとスイングできるかどうかやろ。結局はなあ、今日でもそうやんか。引っ張ってまともなファールしてんの大山と渡辺2人だけやんか。右バッター3塁線、左バッター1塁線、ボテボテやないで。ボテボテはあかんけどな。そういうことやん。今は打った結果の映像が出るからな。他の選手も見たらええねん。ずっと選手見てても誰も見てないな。人の打席をな、スラベンチにおっても一緒や。打つか打たんだけや。どないして打ってるとかな。ずっと1年間勉強したらええねん。積み重ねなわけやから。そんなん簡単なことと思うよ。プロ野球選手やからな。プロやからな。なんか人のを見て自分と違うとかな。打ってる人はやっぱええポイントで打ってるなとか。岩崎がベンチを外れた。コンディションか。そういうことやろ。2軍に落とすほどではない。いや、違う違う。昨日も投げへんかったやん。昨日も投げられへんかったやん。森下の状態は良くない。ようないんちゃん。今日のフリーバッティング見たらわかるやんか。ひどいな。報道陣も練習中に、ベンチまで来たら、そういうとこ見とったらええんやで。そんな、俺にくくらいなら、自分らもベンチまで入れるようになったんやから、バッティングケージ見とったらええやん。みんなどんなことやってるかとか、ほな勉強できるやん。貯金もあるし3連勝の後の1敗だが負けが込んでいるような重い雰囲気が。内容が悪いからやろ。やっぱり内容がの今日でも1点とかな。俺もお前伊藤にはここで踏ん張っとけよ。テロッカイな言うたけど、あそこの1点が痛いよな。1点差とかお前絶対わからへんやん。4回も1点取った後もう1点くらいは欲しかった。まあなあ、そのために出してるやつやからの。さようにな。先に1本でも出てたらな。渡辺でも序盤は打ち合いも想像したが、ならんよ。毎試合5本とか6本やのに、それは打ち合いえへんやん。会見の場所を普段と変えた。向こう暑いからや。あんな狭いとこでお前、こっちの方が涼しいてええやんか。ゆっくりできるしの。座ったら大丈夫やで。時間早いから1時間くらい。初球を打たれることはミーティングでも言っている。そんなんずっと言うてる。今さらの話しちゃうやんか。前の試合でも霧式が清宮に、前の前かなんか、そんなん見とったらわかるやんか。びっくりしたわ。2ストライクからの打たれるし、何回バットの届かんところ行けって。そんなん去年からの話や。もうそんなん忘れてもうてるんやろな。ないして高めに外すっていうのはな、去年も何回かあったやん。バットの届かんところに投げたらええ話やん。リードに酔うてしまうんやろな。あわよくば高めで空振りとかな。で、一番あかんリードになってしまうんやろな。自らもうええの近本のこととか聞けへんの。めっちゃ話すやん。どんでん早く帰りたくなかったんかな。左右病だけで厄介なのに渡辺のエラーをエラーじゃない記録員は素人発言。記録員が挨拶に来ないとか、とうとう記録員にまで文句言い始めた。何これ、ナベルに全然怒ってへんし。これは明日もナベル使うからか。渡辺の2エラーにせよ、ノイジーのファーストゴロエラーにせよ、愛人をかばってるのに違いはない。3つとも明らかにエラーだが、記録員は今日のスタメンが一番のエラーやんと返してほしい。ノイジーのの字も出えへんのはマジ怖い。記者、ノイジーのことも聞いていいですか。リードに寄ってればひどい言い方。